外はきれいに晴れ上がり、パリッというほどいてついていた。日の光が霜のついたガラス窓に当たってキラキラと輝き、家の中では誰もが元気いっぱいでニコニコしていた。そんな朝の食事を旅の人たちは大喜びで平らげた。二人とも出てくるお皿を片っ端から褒めるのだ。塩漬けの豚肉は薄くカリカリに焼けていて、グレイビーは茶色いクリームのようにとろりとしている。熱々の赤砂糖のシロップを添えた香りの高い熱い紅茶もたっぷり用意してあった。おいしい肉ですね、スチュアート牧師が言った。どこにでもある塩漬けの豚肉だと思うんですが、こんなのは今までいただいたことがないような気がします。どうしたらこんな風にできるのか教えてくださいますか、インガルスさん。ローラは子供の頃、コーンミールや痩せこけた野生の動物や果物ばかり食べて育ち、ふわふわのパンや脂身やデザートにはとんとご縁がなかったのです。大草原のとびきりのごちそうというのも、例えばこんなものでした。これはエドワードさんを招待した日のごちそうですが、白い小麦粉のダンプリング、たっぷりグレイビーを添えたうさぎのシチュー、ベーコンの脂身で香りをつけた蒸したてのほかほかしたトウモロコシパン、トウモロコシパンにつける糖蜜、あとはブラウンシュガーで甘くしたコーヒーといった具合です。ですから、お祭りや社交的な集まりといえばまさに食べる時でした。若い人もお年寄りも教会の晩餐会や家庭の夕食会に集まっては、ポップコーンを作ったり、柔らかい飴をバターを塗った手で引っ張って遊ぶキャンディープルをして楽しみました。けれども反対に、普段の食事を社交のために利用するということはなかったようです。それどころか子どもたちは、普通食事の時は大人から話しかけられた時だけしか口をきけないことになっていました。その点幸せなことに、ローラやアルマンゾのお父さんと母さんはにぎやかなおしゃべりをしながら食事し、子どもたちだって仲間入りさせてくれました。一世紀前の開拓民の子供ときたら、大抵自分の椅子さえもらえず、大人たちの間に立ってわずかな食べ物を自分のお皿に分けてくれるのをじっと待っていたのです。ローラとアルマンゾはなんと運のいい子供たちだったことでしょう。